さて、ティーイングエリアは第12組、おぬき、うらら、堀琴音、アンシネの3人です。それではアウトコース第12組の選手をティーオフ順にご紹介いたします。地元熊本出身、おぬき、うらら。熊本県熊本市出身、熊本国府高校出身のおぬき、うららです。サイド行って、林の方までボールが行って、カート道のあたりにボールが転がっていきました。どこに止まりましたかね、はい、この一番。そして溝に入ってるんですね。このおぬき、うららのボールはカート道のその側溝にボールが止まっています。はい、まあ、これは救済を受けられるということにもなりますよね。そうですね、はい。まあ、いわゆるニアレストポイントからの無罰でのドロップということになりますけれども、はい、ドロップの仕方も今シーズンから変わりましたからね。膝から下に変わりましたのでね、そんなシーンを見られるかもしれません。ただこれドロップしても林の中ですよね。そうですね、まあ、一度ちょっと出す形にはなると思うんですけど、これね、2度救済を受ける形になるんですかね。まず排水溝で一度、救済を受けて、でそこからそうするとカート道路上が一回ニアレスになると思うんですよね、はい、でそこで今度カート道路の救済じゃなかったでした、はい。クラブを測るときにもパター以外の一番長いクラブなので、はい、ドライバーになるんですね、そしてワンクラブレングス以内にドロップして、膝からを落として、そのワンクラブレングス以内にとどまらないといけないですね、はい、しないとサイドロップになります、はい。これおぬき、うららはこれ、まあ、前方少し木と木の間が空いてるところがありますけれども、はい、まあ、そこを狙ってうまく低く出していけるとね、はい、あの花道まで、はい、逆に花道ぐらいに置いとくぐらいの、まあ、難しいですけど、そんなイメージで打った方がいいですよね、はい。グリーン右サイドに行ってしまうよりはということですか。はい、そうです。あの突き抜けて奥に行くよりは手前めに置いとけた方が、ちょっと枝には触りましたが、このボールがこれ以上奥に行かないで、グリーン右サイド、ここで止まりました。はい、はい、これでいいです、はい。新たなルールも改めて確認することもできました。さて、おぬき、うららの今のセカンドショット、はい、まあ、うまくフォローも抑えめに、はい、
まあ、ちょっと最後枝には触りましたけど、まあ、思ったような空間は抜けてきましたね。あの距離感も出すことができました。